コロナ禍で金魚の人気が高まっているといいます。全国有数の金魚の生産地浜松市で今日初競りが行われ、威勢のいい掛け声が響きました。観賞用の魚を取り扱う浜松市の清水金魚で行われた初競りには、金魚やニシキゴイ、メダカなどおよそ100種類3万5000匹が並びました。浜松市は全国有数の金魚の生産地で、中でもオランダ獅子頭や蘭中といった高級品種の生産が盛んです。コロナ禍でおうち時間が増える中、金魚の人気が高まっているといいます。今日は県の内外からおよそ50件の卸売業者が集まり、金魚の模様や色つや泳ぎ方などを真剣に見定めて競り落としていきました。人気の蘭中には1匹2万9000円の値がつくなど、活気のある初競りとなりました。育ちは結構いい育ちしてると思います。量的にも昨年の初市とおおむね同じぐらいというふうに見てます。癒しを届けられるような魚たくさん供給できればと思います。清水金魚では今日皮切りにおよそ40回の競りを行う予定だということです。